この番組はトップアクセルスピナーと一緒にハイパーヨーヨーアクセルのレベルアップを目指す番組、ハイパーヨーヨー TV。 こんにちは、イデボーです。トップアクセルスピナーのはじめです。アクセルスピナー練習生のゆうとです。今回のハイパーヨーヨー TV ははじめさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。そして言うと、前回はね、基本のアクセルトリックファースト10を教えてもらったけど、何か気になるトリックはあった？アクセル DNA がかっこよかった、うん、もっとかっこよくするにはどうしたらいい？お、今日はこのアクセル DNA とその先にある応用トリックもやっていこう。まずはアクセル DNA をやっていくよ。アクセルスピンをしたら、ヨーヨーを持ってない方の手を少しずつ上に上げていくよ。手がヨーヨーの真上に来たら、親指を離してね。ストリングが螺旋を描いたら、両手を少しずつ狭めていって、最後はストリングを巻き取ろう。慣れるまではストリングを優しく引いてアクセルスピンをしよう。ヨーヨーはおへその前あたりに、もう片方の手は顔の高さくらいに来るようにしよう。このアクセル DNA は一つ注意点があるんだ。こうやってアクセル DNA を練習してると、ちょっとずつ紐がねじれてきちゃうんだ。このねじれをよりって呼びます。このよりのせいで他の技がうまくできないことがあるよ。だからこうやってストリングを外して、こまめによりを直してあげよう。このアクセル DNA は、アクセル DNA をした後にもう一回アクセル DNA をすると、ストリングが出ている向きが変わるから、螺旋の方向も一緒に変わって、よりが戻ります。次はアクセル DNA の先にある2つのトリックを紹介するよ。まずはアクセルトルネード。まずはアクセルスピン。ヨーヨーを真上に高く上げよう。この時、反対の手をヨーヨーの真下に素早く移動してキャッチしよう。次はアクセル UFO。 アクセルスピンをしたら、ストリングを指の上で滑らせながらヨーヨーを前に落としてね。1秒以上水平状態をキープしたら、最後はヨーヨーを跳ね上げてキャッチ。じゃあ実際にやってみよう。まずアクセル DNA から。やってみて。お、あー、やっぱもうユウトはね、もうね、DNA できるんだよね。けど、もっとかっこよく決めてみたいよね。何かありますか、コツは、はじめさん。じゃあもっと DNA を安定させるためには、まずは1秒ぐらいアクセルスピンをしてから、この紐を張った状態で右手を上に持ってこよう。やってみて。なるほど、こう2段階でシャーってやって、こう持ってくる。そしたらそのまま上に、あ、そうそう、あ、上手。いいね。指から外して、こうやって引っ張ってあげると、上げる、よりがちゃんと。この DNA の螺旋の数を増やすためには、もう少し右手と左手の距離をちょっと広く取ってみて。高さを出すんだって。で、高く、おー、すごい、4つある。完璧です。またさらにかっこよくなったね。よし、じゃあ言うと、次はアクセルトルネードやってみようか。やってみて。これもかっこいいぞ。あ、惜しいね。今ヨーヨーより右手がちょっとこうやって斜めに来てるから、もう少し手をヨーヨーの真下に持ってくるようにしてみて。そしたらもう少しだけヨーヨーを高く上げてみよう。この時に膝をこうやって曲げてから、こうやって伸ばしてあげるとやりやすいよ。膝も使うんだ。やってみて。
おお、いいね、かっこいいじゃん。いいね、いい感じ。膝を使うとさらにかっこよくできるんだね。じゃあ最後にアクセル UFO をチャレンジしよう。アクセル UFO はやったことある？ユウト初めてです。おお、じゃあチャレンジだ。やってみよう。引いて、おおー、惜しい惜しい。でも、もうあと一歩じゃない、うん、いいところまで来てるね。そしてアクセルスピンをするときはこうやって親指を向こうに向けるように手を横にしながらこうやって引いてみて。おお、強い。あ、惜しい。ストリングが螺旋を描かないときはヨーヨーを離すときにヨーヨーが真横になっていることを確認してから前に落としてみて。もうちょっとストリングの螺旋を大きくするためにもう少し深めにヨーヨー落としてやってみよう。惜しい。ヨーヨーを前に落とすときはヨーヨーを上に上げちゃうと戻ってきちゃうからヨーヨーをまっすぐ真下に落とすように気をつけてみて。おお、お、いいね。上げないようにする。そうですね、上に上げない、ま、強く引く、真横、真下、深く。お、おお、それでキャッチ。おー、すごい、完璧です。めちゃめちゃ上手じゃん、ユウト。できた。ゆうと、今日ははじめさんに教えてもらってどうだった？アクセル UFO が初めてできて嬉しかったです。あ、そうだよね。よかったね、すごい上手だった。うん、めちゃめちゃ上手だったよ。今日やった3つのトリックはどれもストリングがおしゃれな動きをするからぜひ練習して友達に自慢しちゃおう。今日使ったハイパーヨーヨーアクセル、アクセルオリジンは現在発売中。さらにハイパーヨーヨーアクセル、アクセルスタートセットが11月23日に発売予定。新色のアクセルオリジン本体、ホルダー、ストリング、シールがセットで手に入るぞ。公式ホームページでトリック動画も公開中。動画で丁寧に解説しているから新しい技を覚えたいときはそっちもチェックしてみよう。ワンダースクールではトリック認定会を開催中。今日紹介したトリックも募集しているからチェックしてみてね。最新情報はコロコロコミックをチェック。漫画ハイパーヨーヨーアクセルも月刊コロコロコミック12月号から連載開始。ハイパーヨーヨー TV、 次回はついにヨーヨーを投げるトリックに挑戦していくよ。見逃さないようにチャンネル登録してね。ハイパーヨーヨーアクセル。